酒メガネみたいな。これないな。メガネっぽいでしょ。メガネっぽいっす。これやると目が大きく見えるらしいっすよ。あれ雨好きっていう人も少ないじゃないですか。まあこの時期はしょうがないですよね。どうも、加藤和樹です。まあ、今日撮影してみて、まあ、ハウススタジオだったんですけど、なんかいろんな小物とかも使いながら、まあ、ちょっと面白い絵が撮れたんじゃないかなと思いますので、まあ、そちらの方も楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。まあ、今後の活動とかはね、まあ、今いろいろ映画が撮ってて、まあ、これから公開になるものもすごくあります。まだまだちょっと言えないこととかもあるんで、まあ、それは随時、ホームページの方で、アップとかしていきますんで、チェックの方よろしくお願いします。以上、加藤和樹でした。バイバイ。